フラリパッドの気ままに気まぐれ放送部。はい、おかしかった。いや、大丈夫です。ちょっとおかしいか。ちょっと間があったかな。ちょっとだけ間があって大丈夫。こういう時もありますよね。そうそうそう。前も言ったように、これ完全手動でやってるんで、ね、大ちゃんが再生ボタン押してくれてるわけです、シングルね。もうあれこれしなあかんと考えながら喋ると、ね、わけわからなくなるんですよね。はい。はい。これ4回目。そうです。はい。初の、4回目にして、もう早速、2本撮りっていう。そうなんですね。前回と日は変わってないっていう。そうなんですね。日どころか、ほんま、つい数分前ですからね。3回目撮った。ね。いつぐらいスパン開けて、あげるんでしょうね。アップしてるんでしょうね。あ、どうでしょうね。もう3、4は続けてもいいぐらいの感じですよね、これね。2、3日で上げてるかもしれないし、1週間ぐらい経ってるかもしれない。かもしれない。まあ、はい、2、3日で上げてるっちゃいますよ。結構手軽に上げられるんでね、これ、ね、ほんまに。そうですね。うん。はい、ということで。はい。4回目。4回目ということで。うん。なんか前回ね、はい、そう時間が足りなくなってというか、うん、大体20分ぐらいにしようと言って、まあ20分があっちゅう間に経っちゃったから、そうですね、一回切っちゃったんですけど。なんかあれやね、喋り出すと結構、そうなんですよ。ね、ついついいろいろ思い出されて、そうなんですよ。なんか結局元の話何やってみたいなことよくあるんですけど、いいですね、なかなか。どうします？早速、その前回の続きからいくか、うん、はいはいはい、はい。またなんかそのリクエスト、メールいただいたのをいくか。あ、そうですね。前回の続きっていうのは、まあ前回最後にだから新曲を放送部で流しますっていうところで終わってたんですね。はいはい、だからまあ今回流すよってなんですけど、はい、そうですね。まあ、メール、まあ、3回目終わってからメールをもちろんいただいてないんで、うん、さっき3回目撮ったら。そうだ。いただいてるかもしれんよね。え？いただいてるかもしれんけど、僕らは今の時点では。読むことができない。ちょっとバックトゥザフィーチャー的な話に。もしかしていただいてるかもしれないけど、今は前の時と変わってないから。そうなんです。読むことができない。未来にはいけてないという僕らは。そうそう。そこまで言わんでもよかったんですよね、日本撮りまで。まあいいんですけど。はい。なので、まあ、そうですね、早速曲をいきますか。そうやね。また、ね、いただいたメールのことについて喋ってると、また時間がなくなるか可能性はあるからね。広がっちゃうから、ちょっと一回曲を、はい、その流したいんですけど、まあ、前回聴いてない人のために一応言うとくと、はい、タイトルは、ブルーインザウィンドという曲をね、はい、作りまして、まあ、MV、ミュージックビデオ作りたいけど、めんどくさいよ。めんどくさい、そう。1、めんどくさい。2、コロナで撮影行けない。行けないっていう2つの理由により、はい、まあ、この放送部で流すということに。うん、もうせっかくやから放送部で流そうやと。はい、流そう、はい。そうそうそう。まあ、この先 MV 作るか、ミュージックビデオ作るかどうか分からへんけど。そうやね、そうそう。まあそういうパターンもあるかもしれないですね。うん、で、これさっき言っときませんか？なんかラジオって、うん、じゃあこの曲聴いてください言って、なんか結構いい感じに CD 流れたりするじゃないですか、うん、CD とか。これ僕らの放送部の流し方ってあれでしょ、うん、なんかその、ラジカセかなんかが流してるスピーカーの音をこれ拾うでしょそうそうですよ。ラジカセってでも、ラジカセも言わへんか。ラジカセも言わへんか。はい。一応パソコンから、はい、流しますよ。これね、あれですよ、昔テレビね、うん、それこそビデオがまだないぐらいのテレビの時に、ビデオがないぐらいのテレビ、ま、ぐらいの時の、そうそう、ビデオデッキが出る前、ちょっと前とかは知ってるじゃないですか。うん、その時ね、僕の思い出なんですけど、うん、なんか歌番組とかあったら、そのテレビの前にラジカセ持って行って、録音ボタンをバチって押して、ちょっと今喋らんといてやとか言って、しとか言ってやってるやり方と全く一緒なんですよ、これ。一緒ですね。ちょっとデジタルになったかっていう。ちょっとな。録音機材がデジタルになったかっていう。そうそう、方式は一緒ですよね。方式一緒ですよ。あれでしょ、うん、再生ボタンの中にちょっと赤いのが、うんうん、丸いのがあって一緒にガチャってやるっていうことでしょ。そうです。あ、シャワー？カセットデッキの話ね。うん、録音は。そう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 。うん、四角いね。そう。うん。ありましたね。ありましたありました。めっちゃ年代バレますね、ほんま。はい、まあね、そうそうそう。やってたやってた。やってたやったでしょ、うん。そういうやり方なんですよ。なるほど。だから今から流すんですけどね、その新曲を、うん、しばらく黙っとかんだんですよ。あ、そうか。あ、そういうことか。そういうことなんですよ。お前や。おかしい。お前や。で、笑ったりとかね、ギシギシとかね、お腹鳴らしたりとかです。ああ。ダメなんですよ。
ほんまやね。そうなんですよ。あ、でもいいんちゃいますか、うん、それは喋りながらやっちゃったら。そうそうそう。まあ途中で、喋りましょうよ。曲に合わせて、よくある感じで。全然デジタルでね、うん、差し込むことはできるんですけど。全然できる。しない。しない。そうそうそう。これはそう。うまいの。じゃあしばらく黙っときましょう。うん、そう、しばらく、もう静かに。干渉、干渉。あ、オッケーオッケー。皆さんと一緒というか。じゃあ、オッケーになったらどうするの、それは。喋って。こっから喋るよっていうのはしみちゃん合図くれるの、キューを。オッケーオッケー。じゃあ、僕がなんかサイン出したら、うん。うん、オッケーだったちょっと音量下げてください。ボリュームを絞ってったよね。そうそうそう。絞りすぎたらあかんね。絞りすぎたら、あ、まあよくないね。ちょっとうっすら流れてるのがベストだけど。手動やね。これもね、手動ですね。うまいこといくかわかんないんですよね、これ。感じがね。なるほど、なるほど。はい。まあでも、とりあえず、じゃあ僕ちょっと、準備してもらって。準備しますね。これやね。そう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 。使ってのパソコンなのにね。録音してるのはマイクやから、ね、そうそう、録音してるのマイクやからね。一回今度その ラジカセってもうないかな。あるある、あるよ。ラジカセで撮ろうか、シャー言いながら。何を、このラジオ自体を。ラジオ自体を。え、それだから、ラジカセってあんの。あると思う。ガチャってやるやつがあるの。あるある。再生機械はあるやろうけど。いや、ラジカセはね、多分あんね。録音できんの。できる、うん、あ、ほんま。売ってると思う。そう、なんかここ最近またそのカセットテープが見直され、そう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 、ね、音質いいね、うん、実はね、あれってね、まあ、あったかいよ ね、うんうん、そのテープの良さがあるから、うん、その昔の80年代とかのちょっといわゆるダブルラジカセみたいなタイプのやつがまた出だしたね。懐かしいな。出だしたんやけど、うん、それに Bluetooth が通す、はあ、Bluetooth、うん、が搭載されてたりとか、うん、なんかそういうデジタルの部分も USB 端子が付いてたりとか、はいはいはい、なんかそんなラジカセが出てるらしいね。あ、すごいな。へえ、まあ結局デジタルとパソコンとかと組み合わせられるんですね。られるという。へえ、ね。その、あ、その、ちょっと前々のその、うん、ラジオでも言ってた、うん、自転車にシール貼ったり、ギターにシール貼ったりとか。はいはい。言ったね。カセットテープにもそうやって、シールみたいなのあったよね。カセットテープにシール、ね、まあ曲のタイトルをつけるような、うん、あったあった、タイトルをつけるシールあったね。シールというかなんかこうシートみたいなんで削って、はいはいはい、だからカセットテープのなんていうか曲名書くとことかあるじゃないですか。そうそうそう、テープというかテープ入れるケース、そうそうそう、ケースとかに書くとこあるから、そこになんかそうやってやってたね、うん、削ってやってた、やってた。やってた。なんかやっぱこう、うまく、なんかこう、なんていうか、かっこよく、かっこよくなるっていうかね。そうそう、カスタマイズするみたいな。そうそう、ねえ。この放送はあれですね、昔の話ばっかりです。ほんまに。第4回目。今んとこまでずっと。普段そんな昔のことって思い出さないけど。思い出さない、思い出さない。こうやってね、うん、カセットの話とか。それこそカセット、僕らの時、レンタルレコード屋さんからあって、うんうんうん、そう、レンタルしてきて、うん、カセットに録音してね、ダビングしてね、そうそうそう、で、そのカセットも何、うん、ノーマル、うん、ハイポジのメタル、メタルって最高がメタルってそう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 があったりとかしてね、いいやつはメタルに録音してそう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 、でもメタルはええやつすぎてダビングすると重なるみたいな、うんうん、重なる、そうそう、なんか良くないみたいな、ね、うん、ハイポジがちょうどええわみたいなハイポジがちょうどええわやばいか、いっぱい思い出してきたな、ほんとそんな言ってたら。すごい。みっちゃんち、うん、ラジカセ、はい、めっちゃええラジカセだったな、え、覚えてない覚えてない。ラジカセっていうか、うん、いわゆるそのさっき言ってたガチャのラジカセから進化して、うんうん、はい、CD になって、うん、CD ラジカセになって、はいはい、うん、なんて、うん、いや、コンポや。ラジカセなんてコンポ。はい、コンポ。みっちゃんちにめっちゃええコンポあったよね。あったかな、あ、やったの覚えてる。CD ゴレンジャーみたいな。ゴレンジャー。あ、わかった、5枚入れられる。5枚入れられるやつ、なんで5枚入れられるのあれ。だから、あれちゃうの。何の意味があるのあれ。そうそう、あれ。いや、1枚ずつ普通は入れなあかんや。終わったら出して。うん、で、5枚やったら、そう、出さんでいい。次、2枚目のやつをガチャってリモコンで、とか3枚目行こうとか、いろいろ、その。めんどくさいから、そうそう、多分めんどくさいからと。でも、初め5枚入れなあかんやろ、そうそうそう、そうそうそう。初め5枚入れなセットしといて、そうそうそう。一回一回やるのがめんどくさいから。そう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 。オレンジャーになってんの。オレンジャーになって、そうそうそう。あったあった。めっちゃええのあったっていうの。あったなぁ。
なんかね、はい、そう。で、自分のね、お気に入りのやつをカセット入れていくよね。そうそう、入れてましたね。今のだから、iTunes とかのプレイリストみたいな、まあ、サブスクでもあるんですけど、プレイリストみたいなの作るのを自分のカセットで、この曲とこの曲とこの曲ってね、入れていって、で、テープに、あの、その文字をね、削って。そうそう、削ってね、曲名で。ね、まあ、今考えたらそうやってやる、その音楽への愛情がそこに注ぎ込まれるよね。そうだね。自分のこのお気に入りっていう。今やそらもうね、デジタルでポチって、それこそネット配信でね、サブスクで聞きたいもんパーって聞いて、タイトルも何もクソも覚えてへんみたいなのが多いですけど、それを一曲一曲ね、この曲とこの曲、順番も決めてね、一曲目はこれ、二曲目はこれってね。で、途中で、A 面、B 面があるから、その、分数をちゃんと測っとかへんと、途中で終わっちゃうから、みたいな、ね。何曲目で終わっとうかな、っていうのはね。そうそう。で、しみっちゃんの、その、コンポはあれでしたよね。うん、多分、こう、プレイリストをセットしたら、何分で終わるっていうか、ちゃんと分かってる。やったっけな。やったと思うよ。そうなんや。で、ガチャッと止まってくれて。ガチャッと止まってくれて。勝手に裏面、してくれて、やったかな。多分、そんないいやつやったと思うわ。よう覚えてんなぁ。ケンウッドか。いや、そうそう、ケンウッド、ケンウッド。あ、岩か。あ、岩って何だ、岩で笑うんだよ。岩で笑ったか、笑ったか、笑ったか。岩で笑ったか、笑ったか、別に全然、ちゃんとしたイメーカーよ。うん。そうそう、ケンウッドもね。そうそうそう。あ、岩ってあったよね。あ、岩ってあった。最近見へんけど。ねぇ。あるんかな。はい。最近もあるかな。ケンウッドも最近なくなったのかな。かなぁ、やっぱ変わってるかもしれんね、ほんま。ケンウッドっておしゃれやったね。そのイメージやね、そうそう。また喋ってたら時間なくなる。これね、まあまあ喋ってるもん。だって結構10分ぐらい喋ってる。すいません。曲流せへんけど、大ちゃんでもいいこと言ってた。僕今聞きながらめっちゃいいこと言ってるわっていう、そう、カセットテープになんかその文字を書いて、っていうところ、そう、音楽以外に愛情込めてたね。音楽聴くだけじゃなくて、ね、よくレコードのジャケットが好きでとか、はいはいはい、CD のジャケットが、まあそこにもやっぱ音楽以外の愛があるんですけど、うん、その書くっていうとこね、確かにあった。めっちゃ今いいこと言ってるなぁ思って、うん、でも話それって言って、戻れへんっていうね。結局は愛なんですよ。そう、愛なんです。愛はなんですね。愛はあるんですね。そうそう、愛はあるんですね。そこに。すっごい親父になったな、そこだけ。愛はなんですね。前回もなんかまとめてたね。ダジャレでまとめるから、そうそうそう。そこに愛はあるんですよ。昔はだから、その、うん、ね、そういうこと自転車にその書くのも、シール貼るのも、うん、ギターにシール貼るのも、やっぱ愛なんですよ。うん、そう、そうや、ほんまそうや。愛はなんですよ。そう、愛はなんですよ。愛はなんですよ。最近愛はを見ないんですよ。そう、見ないですね。愛は見ないですね。あるんでしょうけどね。はい。ということで、曲まだ次回にしましょうか。大丈夫かな？これあかんない。今回長ちょっと伸びるかもしれないけど。大丈夫でしょ。聞いてもらいましょうか。はい。すいません。じゃあお待たせしました。待ってるかわからないですけど。ぜひ聞いてください。フラリパッドの新曲で、ブルーインザウィンド。Thank you.
思いながらこうそうそう飲み物って出そう思ったらガッて当たってもってねまあそうこんな感じでね、はい、ちゃんと聞こえてるかまあちょっとチェックせんと分かんないですけどね、はい、はい、流しておりますが、うん、どうでしょうこの新曲ね。またちょっと青い感じで出てますかね。青い出てるっていうかなんかなんというか爽やかですね。ですね、はい、いいじゃないですか。なんか、ねいいじゃないですか、一応ライブライブなんですけどまあなんかこれ系結構ありますもんね、うん、あの風、海系はそうですね、フラリーパターンとしてはね、うん、でもなんか久しぶりちゃいます、この感じっていう感じ。はぁ、うん、ですかね、うん、だ今年に入っての新曲にはなかった感じですか、うん、意外と、うん、ちょっとミドル、ね、ミディアムで、はい、爽やか系というかさらにね、こう、プレートギターだけじゃなしに、うん、ベースが入ったり、はいはい、こういうストリングスが入ったりとか、うん、ね、いろいろ出てますね、今回ね。そう。ちょっとゴージャスじゃないですか。これね、僕、ちょっとギターのこと言っていいですか。いや、ダメです。ダメね、やるとこ。いやいやいや、せっかくの曲の。あ、終わった。あ、終わった、終わった。止めて、止めて。止めて、止めます。止めました。手動回。ガチャ。はい、ガチャそう。ギターね、僕ね、今回3本くらい使ってるんですよ。あの、種類、3種類。3種類ってこと、うんうん、あ、そうなんや。そうなんですよ。いつもの、いわゆる、鉄弦の、うん、まあ、フォークギターというかね、うん、とで、ナイロン弦のクラシックギタータイプと、うん、でね、初登場の12弦ギター。あ、12弦ギター、そう、あ、言ってたね。そうなんですよ。12弦ギター。12弦ギター持ってたんやって。そうそうそう。まずは。まずはね。12弦ギターね、ちょっとね、あの、買ったんですよ。いや、せっかくやし、なんか、いつか使おうかなと思って買って、多分1年以上経ってるんですけど、やっと使う時が来てっていうか、無理くり使った感あるんですけど、うん、使いまして。まあ、どこに入ってるかちょっとさげない、あの、いっぱい入ってるから分からんけど、でもその辺がいいよね。まあ、そうかもしれないですね。分からんように入っていってるからね。かなぁ、まあ、自己満足も大事じゃないですか、こういう制作とかね。まあ、まあ大事だね。でもやっぱ生きてると思いますよ。ね、僕はその制作からね、もちろん知ってるから、うんうん、その、12弦ギターが入ってないバージョンも聴いてるからね。はい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 、はい。うんやっぱ入ってよくなってますよ、ね。ですかね。そうなんですよ。だからまだ使ってない、あと、僕楽器で言うとマンドリンとかあるんですよ。あ、マンドリン持ってるね、しんちゃん。ね、今後どっかどっか。あれは買ったのやったっけ買った買った、うん。なんかブロで見上げてたけど。そうそうそう。うん。そんなのもどっかでね。どこで使うのどっかの新曲で。いや、それこそほんま聴いても分からんような部分かもしれんけど、なんかで使って。チャララ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 そういうのも面白いね、うん、僕も12弦ギター実は持ってますよ。持ってたっけ、はい、12弦持ったかな。あ、そう見せたことないけど。あ、ほんま、うん、ほんま発音は見せたことない。実は持ってるよ、はい、見せたことない、はい、持ってんのは持ってる。何やろ、あとオカリナ。オカリナ2個。はいはいはい、2個、そう2個ね、2個ねそう
上ある、うん、ティンホイッスル、ティンホイッスルね、あるね、とかもあるし、ニコとかほんま出てきてほしいなぁ。ニコね、うん、ニコ難しいんですよ。ニコ難しいですよね、はい、確かに、はい、あ、ちょっとまあ話がまだ先に、あ、すいません、お前20分あ、ちょっと超えちゃいました、ね、超えそう、でもちょっと多分今ちょうど20分ぐらいなんで、こっからその新曲の話するできひんなあ、もうじゃあ第3番取りちょっと、まあ新曲の話ざっとこんな感じちゃいます、でもうん、まあそうですかね、ゆくゆくどんな形、まあこれなんかなんかの形でね、こう YouTube チャンネルに上がるか上げたいんですけどね、なんかね、うん、それこそその映像はないかもしれんけど、うん、写真だけ貼って上がってるパターンもあるかもしれないし、うん、でもいい曲出来上がりましたね。そうですね、これね、フュージョンっていうか、うん、ちょっとポップフュージョンの、ポップのね、スッちゃんが好きそうなやつですね。そうですね、大ちゃんのソロがね、僕はもうグッときましたよね、入り口がね。あ、まあその話するとまたね、長なんな、うん、まあこれはまたちょっとちゃんと聞ける機会があってね、まあこれ聞いてもらって、なんかその同じ第3回行きましょうか、やっぱ行きますか、はい、第3回、はい、第3回、あ、じゃあ第4回、今何回、これ第4回です、だんだん分からないよね、次回に回しましょうか、次回回しましょうか、回しましょうか、3本撮り行きましょうか、そう、3本撮り行きましょうか、はい、まあこれできるだけ早く上げて、ね、そうそう、ポンポンポンって上げていきましょう、もう1日おきぐらいで上げて、そう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 、でもメールはその3回聞いてまとめてたやつをメール送ってください。ああ、そうやね。いや、もう送ったのかもしれない。これまたバックトゥザフューチャーの話だ。あ、そうかそうかそうか。そうや、そうや、そうや。そうや、はい、そうやね。送ってくれたはるかね。はい、かもしれないね。はい、ね、じゃあ第3回に行きましょう。そうそう。次の次回に回すことですね。次回も。はい、はい。断裁感。断裁感。噛んでるしな。第2が言えるから。第3回も間違ってるし、断裁感。断裁入ってたから、どっちも間違ってるということで。じゃあ、ジングルのちょっと用意しますか。はい、そうですね。はい、ということで、皆さん次回もまたお楽しみにまた新曲の話をする予定です。ありがとうございました。ありがとうございました。小さいね。小さいね。小さいね。じゃあまた聞いてください。ありがとうございました。